府市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍している方にお話を伺います。本日のゲストは9月に第27回公演が行われました調布市民オペラ振興会の実行委員長、三輪博さんをお迎えしてお送りします。先週に引き続き今週もまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、先週はね、トゥーランドット行われた舞台についてのお話をメインにお伺いしたんですけれども、この舞台を実際に公演までこぎつけるためのバックヤードのこともちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、調布市民オペラというのは特徴として他とはここが違うぞというところはどんなところなんでしょうか。はい、市民オペラって結構日本全国いろんなところにあるんですね、実を言うと。で、まあ、割とあるんですけども、大体普通のところっていうのがですね、やっぱり自治体がお金とか人とか運営とかっていう部分でその援助を出してたりとか、結構そういうパターンが多いんですけど、その我々その調布市民オペラはですね、もちろん調布市さんもそうですし、文化コミュニティ振興財団さんもそうですし、協力関係にはあるんですが、ただ企画運営っていうところに関して言うと、全てその我々その市民のボランティアが自分たちでやってるっていうところがありまして、ここは多分ちょっと特色かなというふうに思います。そうですよね。逆に言うと相当大変ですよね、そうなると。そうですね。私も一応まだ仕事してますけども、公演準備期間佳境に入りますと、正直仕事してる暇はないですね。そうですよね、はい、全くの、ボランティアというか、もう本当に趣味とボランティアという形で皆さんやってらっしゃる。はい、そうです。というと、実際にその活動をしていらっしゃる実行委員会というのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。はい、実行委員会のメンバーが、今回何人だったかな、ちょっとはっきりごめんなさい覚えてないんだけど、25人ぐらいいると思います。はい、でも練習とは別にその実行委員会のメンバーでの打ち合わせっていうのも相当行われてるっていうことですよね。そうですね、主にはその月1回、大体進捗を話し合う会議というのをやってきましたけども、それ以外にやっぱり細かいその係ごとの打ち合わせだとか、臨時に行動しても必要な時にちょっとした打ち合わせするっていうところも入れるとですね、もう公演間際になるとほぼ毎日なんかやってるような感じですね。そうですよね。実際でもやることになったらお金をね、他のところはだいたい協力を得ているっていうお話でしたけれども、そこの部分はどうされてるんですか。はい、我々ももちろんそのお金は相当かかりますので、ここに関しては以前からですね、その我々ありがたいことに競輪の収益金をその社会貢献に活用するということを事業にされてらっしゃる JKA という団体さんがあるんですけど、こちらから文化に対する助成ということで、かなり大きな金額の助成をいただいて、活動ができているということですね。そこが大きいということなんですね。はい、それ以外にもいかがですか。はい、それ以外にもちろん広告の協賛に応じてくださる企業様がかなりいらっしゃってですね、決して少なくない金額の協賛をいただけているというところで、本当にありがたいことだと思ってます。運営する上で特に大変なこと、他にどんなことがありますか。はい、我々どうしてもですね、専業でやらないので、私もそうなんですけど、委員の方みんなそうなんですけど、通常自分がやらなければいけないことと、オペラ公演のスタッフとしての運営ですね、でこれを両立させるっていう部分がですね、もう本当に公演2ヶ月前ぐらいからなかなかきついんですね。はい、でなかなかこの時期に公演ということですと、夏の暑い盛りに練習もそうなんですけど、運営に関してもやっぱりそこが山になりますので、本当に暑い中そういうことをやっていくっていうのもなかなか大変でした。そうですよね。今回もね、私も
鑑賞させていただいて、本当にあのプロの方とあの東邦学園大学の管弦楽団の皆さん、オーケストラの皆さん、そしてその他にも府中の少年少女合唱団という形でこうプロとコラボしてやってらっしゃるという、このきっかけっていうのはどういうところからこう来ているんでしょうか。はい、まあ、ソリストは皆さんプロなんですけど、あの、まあ、今回、オケはあの東邦学園オーケストラということで、まあ、学生オケで、まあ、プロじゃないんですけど、うん、あの以前はあの以前というか前回 の, あのカルメン公演まではあのプロオケであの我々オペラをやってたんですね。で、まあ、これはあのもちろんその演目が決まった後にですね、どういう構成でこのオペラ組み立てるかっていうことをあの、まあ、主催の我々があの全部考えて、まあ、それぞれの団体にオファーを送るっていうような感じですね、うん、はい、もうそういうこう一人一人あのお仕事からあのプロの配役から何から一人一人に対してのそういった作業が出てくるってことですもんね。はい、まあ、ソリストはオーディションであの、うん、選びますので、うん、まあ、基本的にあのオファーを送るっていうことはまあしないんですけど、うん、まあ、一部例外を除いてですね、まあ、それ以外の、まあ、おっしゃってられたその児童合唱オーケストラ、あとは、まあ、あの助演ってあの歌のない演技だけで出てらっしゃる方とかっていうのもいて、であとはあの我々合唱団をサポートしてくれるあのプロの合唱の方っていうのもやっぱりこう適宜ちょっと来ていただくような形しますので、そういったところに対してのそのオファーというのはもう我々がやる感じですね。そうですね、あの先ほどね25人ぐらい実行委員いらっしゃるってことでしたけども、この実行委員っていう方々はどういう方々で構成されているんですか。はい、まあそれをお話しするとなるとちょっとあの我々のその組織っていうところのお話をしなきゃいけなくなるんですけど、うん、はい、まあ、オペラを主催しているのがあの NPO 法人の調布市民オペラ振興会という会なんですけども、まあ基本この会というのはですね、中身がほぼほぼ合唱団なんですね、うん、でその合唱団に歌を歌おうと思って入ってきた、もともとはそうほとんどそういう人たちなんですけど、その人たちが、まあ、実行委員として運営も担っている、うん、はい、で合唱団に入るイコール振興会に入らなきゃいけないというちょっと決まりがあってですね、まあ、振興会の会員という立ち位置で、実行委員として歌う以外に運営をやるっていうようなイメージです。ほとんど皆さん両方やりながらっていうことなんですね。そうです、あのもう運営もやるけども自分が演者として歌を歌うっていうのを皆さんやってらっしゃる感じです。皆さんも歌を歌うつもりで入ったのにあれれみたいなところもあったりするんですかね。ああ、まあちょっとそういう話もまああるかなというところなんですが、まあ、逆に歌よりも運営をやりたいという方もいらっしゃるので、うん、はい、まあ、実際今回舞台に乗ってなかったんですけど、その振興会員として、運営裏方に回ってもらってという方もいらっしゃいました。そうですね、あの市民中心のオペラ、まあね、各地にあるというところですけれども、この調布市ではこううまく毎年ねこう進んでいるように見えますけれども、なかなか他のところはそういった形で継続も大変という声も聞くんですけれども、調布市としてはどういったことが成功の秘訣だったと思いますか。続けてられてるっていうのは、うん、おかげさまで安定的に資金を拠出していただける先が本当におかげさまなんですけどあるというところが非常に大きいと思うんですが、うん、各地でやっぱり市民オペラって1990年ぐらいにすごくたくさんできてるんですけど、うん、続けられなくなって解散してしまったり、なんとか細々やってるんだけどオペラそのものはもうできなくなっちゃってるっていうようなところが結構多いんですね、うん、でこれは資金もそうなんですが担い手がなかなかちょっと不足してるっていうのも正直なところあって、うん、まあ、我々もどうしてもやっぱり年齢が割と高い方っていうのの、その構成メンバーのうちに比較的多くの方が割と比較的年齢が高い方っていうのが多くなっていて、その辺が我々も課題ではありますね。若い方をこう入れるために何か施策とかは考えてらっしゃるんですか。ええ、
今まではその我々本当にオペラ公演をやるというところに本当に一番、まあ今でもそれはそうなんですけど、力点を置いてやってたわけなんですけども、ほとんどそれ以外のことやる余地がなかったんですよね。でそれはやっぱりもう少しちょっとこう幅を広げてですね、オペラを啓蒙すると同時に仲間をもう少し増やして、担い手っていうところでもって次の世代に渡していけるような形っていうのを、そういう部分を通じてやっていきたいというふうに思ってます。実際もう動き出してらっしゃいますか？あ、そうですね、まだやってないんですけど、来年2026、再来年か、再来年2026年度の、文化協会文化講座みたいな形のこともやるような予定になっておりまして、オペラの公演をするだけではなくて、もう文化としてのそのオペラを普及をして、その中で一緒にやっていける方をぜひ探していきたいというふうに思ってます。若い人もね、どんどん参加してくださるといいですよね。改めてですけれども、調布市民オペラ振興会、活動としてはどういった活動をしていらっしゃるのか教えてください。はい、週にはですね、週に1回合唱の練習を行うというところが活動の週になってまして、今回トゥーランドットの公演を行ったということで、1年前からはほとんどトゥーランドットの練習しかしてこなかった感じなんですけど、これでトゥーランドット終わりましたから、また普通の合唱団に戻りまして、来年、ガラコンサート、今回はピアノ伴奏のガラコンサート、演奏会形式のものになるんですけども、パリアッチという演目をやるということで、これはもう決まってますので、そこの練習を毎週土曜日、やっていくような感じになりますね。2年に1回オペラが入って、そのもう各年でそういったガラコンサートみたいな形でやってらっしゃるっていうことなんですね。はい、そうです。ガラコンサートとオペラをだいたい交互にやるというのが最近のパターンになってます。はい、それ以外に調布市民文化祭ですとか、ちょっとしたその谷先生、いつも合唱指導していただいている谷茂樹先生の、お祝い、古希の祝いコンサートっていうのもありましてですね、そういったものへの出演っていうところの練習もまたやるような話なんですけど、はい、じゃあいろいろ発表の場は随時あってあるってことですね。そうですね、そういうのもね、参加していると、そういう機会があると楽しいですよね。はい、はい、改めまして、先ほど実行委員は25人ぐらいかななんておっしゃってましたけれども、メンバーとしては全部で何人ぐらいいらっしゃるんですか？はい、今合唱団員として活動しているメンバーがですね、全部で55人だと思います。はい、そうですか。じゃあそこにどんどんこれから若い人が加わっていくのを楽しみですね。そうですね、ぜひぜひ。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。今回の調布ワクワクステーションのゲストは、調布市民オペラ振興会第27回公演の実行委員長、三輪博さんでした。お話を伺ったのは柴田恵子でした。これからも調布で活躍している方にお話を伺いますので、お楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。